病気して、もう格闘技やめようかなと思ったんですけど、もうちょっとだけ自分の夢を追いかけてもいいですかね。俺がチャンピオンになった方がいいでしょ。外人のフィジカルが何なのに関係ねえでしょ。いやもうとことんの楽しみが大きいかな。生意気でしょ。かかってこいよ。もともと自分が持ってたベルトで自分が那須川選手のもとに行かなきゃ意味がないんで。天心がまあいろいろ言ってるんだろうな。ちょっと期待外れだったんですよ。もっとまあ強くなってこいって言います。最終的にはその時に持ってるやつが勝つと思ってる、うん、30日ディファーリアケライズ112。